西崎です。この先は、みんな見たきと呼ばれる、アンキャパイティの長山村の、道路から100メートル、急斜面を下ったところにあります。突然現れるこの先は、この狭い先の間を、轟音が、驚き、まるで雷が鳴ったかのような、名前から、みんな見たきと呼ばれるようになったことがあります。ちょっともあるんですが、ものすごい水量。この日は真夏の暑い日に行ったんですが、ものすごい水しぶきと、T シャツではちょっと寒くなる感じるぐらいの水しぶきの吹き上げる風と、涼しいさ、満載になっています。別名、ひらめの滝と呼ばれるように、滝の裏側まで入れちゃうんです。水が届くようにすごいでしょ。行ってみたい方はぜひ概要欄に書いておきましょう。またよかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは。